皆さんこんにちはこんばんは国民チャンネルのショーが今日は間もなく始まる核爆弾小型から始まるをお届けいたしますよろしくお願いいたしますまあ、間もなくですねまあ、最新情報入ってきました始まりますねとうとうね これはあのもう本当に大変なことなので、まあ、ちょっとあのコメントいろいろあるんですけど、まあ、全コメント停止させていただきました。問題起きるんでね、これはね、でコメントどこじゃないんですよで、今までコメントいただいた方、全部目を通してます、ありがとうございます、感謝しております、これからですねあの、まあ、世界がらっと変わっていきますので、ちょっと心を引き締めていかないといけない。 で、まあ、今回のね、今日の話とか、まあ、前の話もね、動画もそうですけれども、まあ、意見の合わない方っていうのは、まあ、本当この動画をね、あの、見たり聞いたり、あの、押されなくていいんですよ。全く、あの、問題ないんですね。私、収益のためにやってないので。で、えー、これから大変なことになるので、一人の人でも、もう本当にね、やっぱりそうかっていうことで、用意をしてるんですよ。まあ、生き抜いていただきたいということで、お話をしています。だからね、こ これはね、わかんないんですよ。本当にね、もう、あの、感じるしかないと思いますよね。とうとうですよ。とうとう来るんですね、その時がね。まあ大混乱しますよ、もちろんね。まああの、一発ね、あの小さいのから始まるんでしょうけれども、まう、あ、こっただけで、あの、何が起きるかっていうと、もう世界株価が大暴落ですよ。もちろん。で、一番安全な通貨、円に向かって、 もう本当にもう集中放火ですよ。とんでもないことになりますよね。だからいろんなことが起きるんですが、まあそれを言ってもね、あの、<laughs> まあ分かんないかんない。まあもういつまでも分からないんですよ。あの平行線なんでね。だから、これはね、あの一大事だということでお話をさせていただいてます。あの、うん、だからこう、 これはね、ちょっとね、心してねあの、心強く持っていかないと、自分がね、あの、メンタルでもそうですけど、やられちゃいますよ。本当にね。だから、備蓄を完璧に、まあ、して、まあ、1月中には終わらせないといけないですけど、何が何でもね。だから、備蓄はもう完璧に終わらせて、まあ、いざという時、さあ、どうするかっていうことで、まあ、防衛ですよね。もう本当にね。だから、あの、どこにいれば安全ってないですよ、これは。 まあ一番いいのは、長野県かなんかのね、もう山奥にね、あの本当、小屋みたいの、ね土地買って小屋みたいのを建てて、そこに暮らしてるって、まあ一番安全なのかもしれないですよ、本当にね。それぐらいじゃないと、どこが安全ってないですよ、あの均一に危ないわけですよ、いろんな面でね。 まあ一番は経済がズタズタガタガタになるっていうことですよね、まあ、あの順序ですからね、あの全部いっぺんにいきなりある日突然、1日でなんないですけど、まあ、一発小さいのが落ちれば、世界経済がガタガタ本当にね、だからそれで煽りを食らって、もう収入とか仕事が飛んじゃう人が激増。うーん だから、それが起きてしまうと、も、ま、う、あ、大混乱になるんですよね。だって日本人ってやっぱりお金できてる人多いじゃないですか。ね。だからお金、お金できてるんでね。あの、株だっていっぱい持ってる人いるじゃないですか、いろいろね、為替やってたりとか、全部ある日突然飛んじゃったらね、やっぱそりゃ、そりゃちょっと、えぇ、ー、ってなってしまうと思うんですけど、だから電気料金は上がるわ、ガス料金は上がるわね。で、全部あの財産吹き飛ぶわで。 まあ、とんでもないことになる人は多いと思いますけど、だからそれをね、やっぱり想定して生きていかないといけないんですよね、本当にね。想定してね、やっぱり具体的にね、もう行動を起こしていかないといけないと思いますよ。 だ今ね、なんか貯金だとか新しい車買うとか言ってる人、まあ、よくわかんないですね。その、なんか考えてることがね。だってとんでもないことが起きるのよ。新しい車も何も。どうなるのかななんかあの、とんでもないことが起きるんだから、この際新しい車でも乗った方がいいやっていうことになるかもしれないで。まあ、それはそれでね、その人の人生だからいいんですよ。悪いって言ってんじゃないですよ。いいと思いますよ。だけど、あの、生き残りたいっていうのがあれば、まあ、 そっちの用意をね、まあ、そっちの用意もされてるんだったらいいと思うんですけど、あの、用意をされた方がいいと思いますね。まあ、もなく世界大混乱に陥ってしまうということになりますので、うん、あの、今ね、あの、イギリスはじめとしてヨーロッパ、ちょっとあったかいんですよ、例年より。だから、あの、ガスとか電気は、ちょっと持ち直してるっていうか、ちょっとだけ安定してるんですよね。まあ、それでもちょっと高いですよ。高いんだけど、あの、 あの、爆上がりしてた時よりはだいぶ下がって、今ね、あの、ちょっと安定をしています。だけど次、それが来ちゃうと、ね電気代どこじゃないですよ。本当にね。まあ、ちょっと大変なパニックになってしまうんじゃないかと思いますけれども、まあ、それを前提にですね、ちょっと用意をされていかないといけないということで、まあ、今回のこの動画、お届けしました。またですね、まあ、いろんな角度からあっちこっち、あの、ちょっとこう、煮詰めてですね、 まあ、あの、対策も含めてお話をさせていただきたいと思います。ということで、今日は、まもなく始まる、核爆弾小型から始まるをお届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。